まもなく開花が予想される山形市の桜の様子を取材してきました。山形地方気象台にあるソメイヨシノの標本木です。平年は13日の開花ですが、今年はすでに多くのつぼみが、まだちょっとつぼみがこう膨らんで、花びらがですね、ちょっとピンク色のやつがちょっと見え出したってところなんですけど、あともう少しっていうところかと思います。はい、それならばと、山形市内で比較的早く開花することで知られるときめき通りへ。一つ咲いてる。可愛らしく。左の方も、だいぶ枝先咲いてます。一足早く五輪ほどが花を咲かせていました。そして名所霞城公園のソメイヨシノの様子はというと、これはもう白くはなってるんですけど、今日もっと暖かかったら開いたのかな。山形市によりますと、こちらでは今週末に開花を迎える見込みです。また公園内では来週開催される霞城観桜会の準備も進められていました。今後は開花状況を見てライトアップが行われます。